ダメだね。それはぴったり。そこも入ってないし。入れちゃった。それでは昼の部を開演いたします。メモリアルリバースの作者であるアーティスト大牧真嗣をご紹介させていただきます。皆さんこんにちは。で、足立区にも日本の方以外にも海外の方も住まわれて、どんどん足立区自体が活性化していると思うんですけど、そんな中で新しい、祭りというか新しいコミュニティ作りっていうところを、考えた上で、このメモリアルリバースっていう作品を皆さんと一緒に、皆さんと共に、やっていこうと、始めた、パフォーマンスです。子どもたち、おじいちゃんおばあちゃんみんなでその風景自体を記憶に残していくっていう作品ですので、ぜひとも皆さんの思い出に残していってください。ワック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 、次は指を指します。右斜め前、左斜め前、右斜め後ろ。ザリガニ釣ってた西新井のトムソーヤたち。夏が来るとマンションから東京マリンというネオンが見えるらしいんですね。夏が来れば東京マリン。ふわりふわり、ほら消えないで、きらりきらり、君に降ってくる。遊ぼう遊ぼう、ほら見ていてね、光る負けず嫌い捕まえて。今日のメモリバは、初めての遠征で少し緊張していましたが、思った以上に人が来てくれたのは本当に嬉しかったし、今後もまたいろんな場所へ行ってね、足立区全体に広げられたらいいなってまた思いました。初めて会った人とも一緒に音楽を弾いたり即興してすごい楽しかったです。この後の歌も参加するので、それも楽しみにしたいです。
足立区の中でここに千住があったとしたら、川があってこの川の向こう側も足立区っていうことで、ぜひ西新井に皆さん来てほしいっていうことを何度も何度もお話をして、で3年かかってやっと西新井のここに来てもらいました。いろんな地域のところにたくさんの方がこれを見たいと思ってらっしゃる方がたくさんいると思うので、その方にたくさん見ていただいて足立区っていう一つのものが大きく出来上がったらいいなと思っております。今日8回目のメモリアルリバースなんですけど、私1回目から、全部、体験というか参加させていただいてます。その中で今日の印象はですね、真面目で子どもたちも線から中に入らないで、本当に真面目に踊ってくれて、あ、地域性がいいのかなとちょっとそれを感じましたね。まあこういう感じでまた夜も、みんな楽しんでくれればいいかなと思います。本当に万感の思いというか、たくさんの過程を経て今日本番迎えられて、
まずは無事に終わったことに本当にほっとしています。普段は楽譜を書く作曲をしてるんですけど、こういうふうにチームを組んで皆さんで一緒に一つの作品を作り上げるっていう経験はなかなかしたことがなくって、いわゆるいつもしている作曲とは違う難しさがあったんですけれども、とても新鮮なチャレンジで、今回こういう機会をいただけたことを本当に嬉しく思っています。西新井の子どもたちはすごく元気で、また千住の時とは違った子どもたちの反応が私にとってはとても楽しかったです。また一緒にぜひやりたいなと思えるメンバーでした。今までこれまでですね、千住で4年間やってきましたけれども、今日初めて西新井に来て、西新井の人たちの元気よさというのをかなり感じました。最初はちょっと正直売れるか、いつも綿目売ってるんですけども、売れるか不安なところはあったんですが、皆さんもニコニコしながら並んでくださってですね、買っていただいて大変助かりました。ありがとうございました。夜の部はいろいろと初めてのことが多かったんですけど、特に、合唱、本当に多くの参加者の方々に協力してもらって、本当にみんなが一つになって頑張っていただけたのは本当に良かったし、やっぱりこんだけ8年間やってきたというその、力とか底力みたいなのが、何かあってもこうみんなが即対応できることができるようになったので、そういった意味でそれぞれが自分の役割を持って考えて、そういうなんか新しいなんか、自分の価値というか自分の、やり方というか、そういったものを見つけられた、それを発表できたような機会だったなと思います。良かったなと思ってます。